キャンパスプレゼンツリッスンケアフリー、9月6日水曜日、リッスンケアフリーですね。今日の札幌は気温はそんなに高くないんですね。25度ぐらいかな。でもちょっとムシムシしてる、雨雲が低く垂れ込めて湿度が高いんですね。なので気温はさほどでもないんですが、ちょっと重苦しい空気感ですね。朝からねちょっとベタベタしてる感じ、ですが、まあで今収録を始めようと思ったらヘリコプターが上空を飛び始め、ちょっと行ったかなと思ってさあやるぞと思ったら、宅配便が来て、ちょっとこうね、なんだろう、やる気をそがれるわけじゃないですけど、まあ、なんかやろうとするとそういうことが起きますね。そんな中、リッスンケアフリー、もう9月6日ですね。リッスンのホスティング始まって1ヶ月と3日4日目になりましたね。早いですね。あっという間に9月6日になっちゃったなと思ってますが、ちょっと新しいことで言うと、まあ少しやっぱり声の日記、声日記界隈とどう絡むのがいいのかななんていうのがちょっと頭に引っかかってて、まああんまり考えずにやろうと思ってたんですが、いろいろ思いついちゃったので、でこれはもう聞いていただいた方は聞いていただいたということでいいんですが、Listen to Podcast with Neighbors、 ご近所さん付き合いするね、これ B 面というか A 面ですね。今まであったのを B 面にして A 面として、ご近所さん付き合い With Neighbors っていうねやつを始めるラジオキャンパスにサブチャンネルでの B 面、サブチャンネルの A を AB 面にしたということで作ったので、まあここで一応ご近所付き合いはそこでできるかなと、ポッドキャスト界隈のねいうことでちょっと作ったんですね。でこのリスンケアフリーで絡んでいただいて全然構わないんですけど、ここはどっちかっていうとこう私が気を抜いて、つらつらとね、まあ、2日に1回なので、まあ、2日間であったようなこととか最近思ってることとかね、まあ、他の番組ではちょっとあんまり喋れないようなことをこうケアフリーにね、ケアフリーに喋ってるということなんですよね。あとはそうですね、ちょっとこれは始めるラジオキャンパスのまあ、Spotify ホストの配信の水曜日曜定期便があるんですけども、始めるラジオキャンパスサンデーとウェンズデーとあるんですが、今日ウェンズデーの日でね、まあこれからちょっとウェンズデーの夕方配信なので水曜日は、ちょっとまあそれやろうかなと思ってるんですが、まあそこでも話すことになるんですけど、ちょっと東一郎くんが昨日午後夕方近くかな、ちょっとゲーゲーしまして、で今朝お散歩行ってきたらゲリピーでしたね。ゲリピー、まあ何が原因かなと思って、まあ季節的な問題もあるんですが、唯一思い当たるのが鶏のトサカですね。鶏のトサカをもらったんですね。でこれが結構硬いのね、乾燥してて、でそれをちょっと大きかったんだけど、ちょっと大きめだったんだけど、もうご褒美だと思ってあげちゃったんだよね。多分それが消化不良になったんじゃないかなという、そんな気がするんですよね。結構ナイーブというか繊細な北海道犬なのでね、多分鶏のトサカが硬くて消化不良になってゲーゲーやってゲリピになったかなと。でまあとりあえず今朝全てのね、ものは出たような気がするので、先ほど朝ごはんも、ちょっとだけ食べましたね。結構いろいろどれ食べるかなと思って、昨日の夜食べなかったんでフルコース持ってったんですけど、ちゃんと自分で、鶏のささみを半分だけ食べて、もうあとはごちそうさまをして今昼寝に入りましたけどね。まあそんな東一郎くんですが、まあそれがちょっと一つあったかな、昨日から今日にかけて。まあリアルワールドの世界ですね。
あとは特にないですね。何にもね、変わったことは。本当にないね。リアルワールドで変化ないですね。ということで、オンラインの世界では、まあ、いろいろあるんですけど、やっぱちょっとまあ、見てていろいろ面白いことが起きてるなと。やっぱり変化の時期なんだなと。まあ、SNS 全体がやっぱり変動期に入ってんのと、あとは、ポッドキャスト業界もやっぱり変動期に入ってんですね。間違いなくね。これはやっぱ面白いな見てて。いろんな、こう、なんて言ったらいいの、いろんな、こう、うごめきが出て、うごめきって変な言い方ですけど、いろんなうごめきが見えてきて、そのうごめきが、なかなか興味深いですね。いろんな妄想を膨らますと。で、これが2年後、3年後どうなってるかなって考えちゃうんですよね。面白いですね。見ててね。まあ、そんなことで。まあ、そんな中、私はもう、思いついたこと、やりたいことだけを、まあ、淡々とやってるだけなんで。で、これはこれで非常に充実感があるなあ、やっぱり。無理なく楽しくマイペースで、やってる感じですね。まあそんな感じかな。まあ最近ちょっと思ってるのは、これまたどっかでまとめてねお話ししようかと思ってるんだけど、こう、例えばね、たまたまちょっとある番組で、ランキングの話が出てて、あ、そういえばランキングってあったなと。で、私前に一応登録だけしてたんですよね。これなんてやつだっけ。まあよく使われてるやつね。ポッドキャストランキングって、まあ一番有名なやつですかね、日本ではね。まあそこ一応登録だけはしてたんですけど、で、メールアドレスでね、引っかかって番組が、自分の番組がね、並ぶんですけど、最初1個しか並んでなくて、なかなかこう他のやつが見えてこなかったんですが、ここに来て久しぶりに開いたら 2,4,6 個並んでますね。まだ並んでないのもあるんですけど、ちょっとこう、ポッドキャストランキングにも引っかかるようになってきたんだなというのを、全然意識してなかったんですけど、そういうのがそういえばあったなと思ってちょっと見てみたら、意外とあれですね、リッスン界隈で見たような番組がこう、あ、ランキング、あ、あったあったとかね、言ってちょっと見て、と思いながら見てるんですけど、で、まあこれはなんていうのかな、まあやっぱあると嬉しいけども、あんまりそここだわるとねおかしくなってくるんで、その目的を誤っちゃうっていうかな、あくまでねこれは結果なので、いつでも変動するし、で、そこでまあそのね、ランキング狙いでいろいろやり始めたらもう疲れちゃうし、やりたくなくなっちゃうんで、僕の場合はね、特にね、まあ、そこはもう、まあ、ちらっと見て、へえと思って、いわゆる、でも面白いですよね。やっぱり自分の想定したのとは違う結果が出てるっていうのが面白いですね、これはね、やっぱりね。まあ、そういう意味では、まあ、参考にするということが大事なのかなと思いますね。ただそれ見てるといろいろやっぱ面白いことが見えてきますね。あ、こんなのが聞かれてんだなとか、あ、こんな番組あったんだって発見もあるんでね。そうすると、まあ最近はリッスンのなんだ、ページばっかり見てたもんだから、そうするとそこに出てくるのしか見ないんだけど、改めてこうポッドキャストランキングとか見ると、おー、ポッドキャストの世界は広いぜみたいなね、海は広いな、大きいなみたいな、結構ポッドキャスト界広大な海が広がってんなとね、でこういうのが人気番組なんだなとかね、ちょっと昨日はだから少しこう、ランキングをねつらつらと眺めて、へーとか思いながら、でも眺めるだけで聞かないですけどね、あんまりね、あんまり聞いてたら今度キリがなくなると思うんで、あんまり聞いてはいないですけど、まあとりあえずチラチラ眺めてきて、で、前にちょっとどっかで話したんですけど、このカテゴリーね、これは悩ましいね、やっぱりね。どこのカテゴリーに入れとくと、これはその
ランキングがどうこうじゃなくて、やっぱりその適切なところに入れる方がいいと思っててね、やっぱり、うん、そこで見てる人もいるだろうから、であんまりこれ違うだろうとか思われちゃうと困るので、どこにどう入れるといいのかなって悩んでるね。で悩むと結局個人ジャーナルにみんななってくみたいなねところもあるの、まあそれはそれでいいんだけど、なんか違うよなとかね、まあそんなことを思いながら、ちょっとポッドキャストランキングなんてちょっとチラチラ眺めてみたよっていう話ですね。あとは何かあったかな。あとはないですね。あとはないということで、リスンケアフリー9月6日でした。ちょっとやっぱりどんより蒸し暑いね、今日は、定期便の日ですね。始めるラジオキャンパスウェンズデイの収録を、まあのんびりとやろうかなと思ってます。皆さんも、マイペースで楽しんでやりましょう。ではまた。